お家で手軽に巻き寿司、のり巻きデイズ太巻き。この商品なら面倒で難しい巻き寿司を楽々作ることができます。容器の中にご飯を入れ具材を置きます。上からさらにご飯を加えます。蓋をかぶせ上から強く押さえます。底の中央部を押してご飯を押し出し、最後に海苔を巻いて完成。ご飯を入れて押すだけ、簡単にきれいな巻き寿司を作ることができます。太巻きの他に鉄火巻きなど細巻きを作るときに便利な細巻きタイプがあります。のり巻きデイズ太巻き細巻き。